グロム級駆逐艦はポーランド海軍がイギリスより購入した駆逐艦である。その艦級はポーランド語で雷や雷鳴を意味する一番艦の艦名に由来する。本型の建造を依頼されたイギリスは基本設計をイギリス海軍で整備されている駆逐艦の設計図をそのまま流用することができなかった。前級のブルザ級駆逐艦は フランス海軍では既存の大型駆逐艦が元になっていたために設計は容易であったが、イギリスではこの時期大型駆逐艦を持っていなかったからである。この頃、日本、フランス、ドイツでは主砲に5から6インチクラスの砲を5から6門以上積み、排水量が2000トン級で、速力37ノットオーバーの強力な駆逐艦を多数整備しており、イギリス海軍の駆逐艦をし、そのため、 対抗手段として、イギリスにはこれらを相手にした場合に、火力で優位に立てる大型駆逐艦を整備しようとしていたのである。そこへ舞い込んだポーランド海軍からの建造依頼は、イギリス海軍にとって渡りに船で、日本海軍の混合型以来、久しぶりにイギリスは持てるだけの技術を詰め込んで、大型駆逐艦を作り上げた。そのため、本級の艦型は後に、 イギリス海軍が作るトライバル級大型、駆逐艦に酷似したデザインとなっている。船体形状は、典型的な選手楼型船体で艦首から 12cm 単装砲がで1機、甲板1段分上がって、連装砲がで1機、箱型の環境後部には、短脚章、その背後に集合煙突が1本と、魚雷発射管を前後に挟むように 4cm、連装機関砲が1機ずつの計2機。 そこから甲板一段分上がって、ミズンの後部後ろ向きで 12cm 連装砲が,が、背負い式で2機ずつの順である。手砲完装後のブリスカビカ。本艦の手砲は、スウェーデンの兵器メーカーボホース社が作成した、ボホース 12cm 砲である。この砲は、毎分10発を発射でき、重量 41kg の砲弾を、行角30度で、 最大射程は2万1300メートルまで届かせることができた。その搭載方法は1番砲のみ炭素砲がで2番から4番砲までが連想砲がとなっている。軽い炭素砲ではなく重い連想砲がを高所に置いたのは波の荒い大西洋で少しでも有力な門数を波浪の置けにくい高所に配置するためであろう。その旅砲は対空火力として イギリス海軍で採用されていたポンポン砲ではなく、手砲と同じくボフォース社製のボフォース 4cm 機関砲を連装砲がで2機ずつ搭載した。他に近接対空火器として、オチキス社のオチキス 13.2mm 機関銃を連装砲がで4機、水雷兵装として 53.3cm3、連装魚雷発射管を2機装備した。ボイラーは、 イギリス海軍式重油戦勝艦3機にパーソンズ式ギヤードタービン2機二軸推進で最大出力 54000hp、速力39ノットを発揮した。速力15ノットで航続距離は3000と計算された。第二次世界大戦直前に北京作戦にてイギリスへと脱出したグロム級2隻であったが、主に バルト海で活動することを目的に設計されていたため復元性に問題があった。そのため、大西洋でも活動できる洋復元性の改善工事が行われ、単焦灯台や一部搭載艇を撤去し、後部魚雷発射管を撤去した代わりに10.2センチ単装光格砲を一気搭載した。 その後1940年5月にグロムは沈没したが、グリスカビカは1941年12月に改装工事を受けた。この際、全手法をイギリス製10.2センチ連装工格砲4機に換装し、後部魚雷発射管を再装備した。また、1 3 2ト、mm、ル機関銃をすべて撤去して2 0ト、mm、ル、単装機銃4機を装備している。 以後も、イギリス製レーダーの装備や全部魚雷発射管撤去、測定技を降射式装置へ乾燥、爆雷投射機の装備などが行われた。1937年5月11日竣航。1940年5月4日、なるべく沖で、ドイツ空軍 HE111 爆撃機の攻撃により沈没。1937年11月25日竣航。終戦時残存。 その後ポーランド共産政府海軍に戻り、1976年5月1日から記念館として展示。ありがとうございます。